こんにちは、ペタちゃんです。今回なんですけども、先週土曜日にいないれキャラ総選挙の、動画の方が公開されましてですね、無事公開されました。いや本当に皆さんありがとうございました。で、今回の動画ではですね、その振り返りというか、まあちょっと裏話とか、あと次回の総選挙とかの話についてね、ちょっとね軽くさせていただけたらと思っております。よろしくお願いいたします。はい、ということでちょっと早速振り返っていきたいんですけども、いなりキャラ総選挙、いや本当にありがとうございました。まあ、集まった票数がですね、3367票ということで、これ本当にすごい票数だと思います。で、かつ、僕のこの体感としてはですね、まあこのキャラの選出理由とか見てると、明らかにうちの視聴者じゃねえなみたいなの結構あって、まあ本当にね、多くの、まあ、僕の視聴者の方もそうですけども、多くのいないれファンの方に投票いただいた、まあそういう感じの総選挙になってて、まあね、僕の視聴者だけにね投票していただくと、まあそれはそれでね、僕のイラストの動画とかで人気なキャラクターとかで、まあ上位が固まってしまったりとかっていうのがあるので、まあ本当に一般のいないれファンの方、特に女性の方ですね、そういう方にも投票していただいたおかげで、かなりこれはね信憑性の高い総選挙になったんじゃないかなと思います。なので本当にこれはね、皆様の本当におかげでございます。いや本当にありがとうございました。いやー、しかし今回の総選挙は本当にね、多分僕が今までやってきた動画の中で多分圧倒的に手間がかかりました。そうなんですよ、まあ編集もそうだし、で撮影も今回すごい手かかって、なんかあの機材のレンタルとかも、ほらレンタル会社とかから借りたりして、まあその金が多分2万ぐらいかかってるんですよ。うん、かかってたりしたり、あとカメラとかもね、なんか多分合計100万ぐらいするカメラ使ってたりするんじゃないかなっていうので、結構今回ね、機材も結構ガチガチにやったし、編集もガチガチにやったし、あとね、すごいテレビクオリティを目指すっていうところでは、やっぱナレーション必要だなと思って、今回ちょっと僕の知り合いである山口仁平さんにちょっとお願いしてですね、VTR の方にナレーションの方を吹き込んでいただいたら、めちゃめちゃクオリティ上がりました。いや、本当にこれね、ありがとうございます。あと撮影の方もね、手伝ってくれた方もいらっしゃったりしてね、本当に今回はね、僕一人だけではなく、出演者の岩くんも含めてね、チームで今回作り上げたということでですね、本当に手間がかかって、もう本当にみんなで協力して作り上げた、いや本当に今回の総選挙の動画、非常にねよくできたんじゃないかなと個人的にも思っております。で、まあ、ランキングの方を触れていきたいんですけども、まあ1位2位とかそこら辺はね、ちょっとね結果発表の動画をねちょっと見ていただきたいんですけども、まあすごいコメントが多かったのは、ライデンはいねえのか、町田はいねえのか、塗り壁はいねえのかみたいな。加藤さんの、あの稲妻イレブンの生放送がね同時期に行われていたってこともあって、そこで活躍していたモブキャラの、まあライデン、慎太郎、町田、塗り壁、このキャラクターがなんで入ってないんだみたいな、そういうコメントは結構多かったんですけども、いやまあライデン44位にいるだけ俺すごいと思うぜこれ。これはすごいと思う、本当に。あとね、やっぱね、これね、一つね、入れなかった原因としては、ギリギリ多分この投票期間に、その加藤さんの生放送が被らなかったっていうのは、多分、一週間遅れてたら多分被ってたんで、もしかしたらその、ライデンとかそういうのがもしかしたら上位に来たんじゃないかなっていうのはあると思います。その一週間前で投票が終わってたっていうのは、一つこれ原因としてあるんじゃないかなというふうに思っているんですけども、まあそれでもライデンが44位にいた、まあ十何票も集めてたっていうのは、これやっぱすごいなというふうに思っております。で、ちなみになんですけども、まあ、ライデンは44位にいましたと。ただ、町田とか塗り壁とかそういうキャラクターは、5票以上にもなってなかった。なんなら、1票も入ってなかったです。0票。これは。まあ、今やったら30票ぐらい集まりそうな気がするんだけども、まあ、投票期間がくぶらなかったせいで、町田とかそこら辺は0票でした。これはやっぱ、これ期間の関係上というところがあるので、これはね、エモンの皆さんにもちょっとこれはね、ご理解いただきたいなというふうに思っております。なんか、なんで入ってねえんだみたいな。めっちゃあったけど。ライデンとか町田とか塗り壁とかをね、上位に、まあ、入れたいと思うファンの方がすごくいらっしゃるんだったら、次回の総選挙でですね、エモンの皆さんにはぜひご参加いただいてですね、このいないれのガチガチな人気投票の中に、輝く町田、輝くライデン。まあ、これもね、十分あり得ると思うので、今回の投票の結果に不満な方はね、ぜひ次回の総選挙でご参加いただけたらというふうに思っております。で、今話にも出ましたね、次回の総選挙についてのお話なんですけども、次回の総選挙、第2回のいないれキャラ総選挙の方はですね、多分1年ぐらい多分開けてやると思います。ごめん、参加しといてとか言っておいて、実はあんまりそんなね短い期間にやっても意味ないかなと思って、というのも稲妻イレブンというコンテンツにおいて今現在大きな変化はまだ起きてないんですよね。新作発売とかアニメの放送とか、まあそういう映画が起きてないにもかかわらず、短期間でね、第2回とかやってもそんなに多分変わりが生まれないんじゃないかなと思ってるので、まあ第2回の総選挙は多分いなりというコンテンツに大きな変化があった時にやると思います。ただ今回の総選挙すごく盛り上がりました。
なので人気投票というものはやりたい。なので予定なんですけども、今年の12月ですね、次は。今年の12月に総選挙ではないけども人気投票の形を取った、ちょっとね趣向を変えた人気投票をやる予定でございます。こちらね、概要の方はまた11月頃に発表したいと思いますので、皆さんはねぜひね、これ開催された暁にはですね、ぜひ投票いただけたらと思っております。こちらよろしくお願いします。という感じで、今回の動画はこれで終わりにしていきたいと思います。ご視聴ありがとうございました。またの